ゃこんにちは。お、はい、豊さん。懐かしい声だね。懐かしモードの、ね、ちょっとお久しぶりでしたが、はい、看板屋ちいちゃん、はい、ね、復活ということで。復活というか別になんかいなくなってたわけじゃなくて、まあまあ、豊さんが勝手にいなくなってたから、まあまあそうだね、私できなかったですけど、はい、あの、待ちわびてもらって私もね、はい、まああのクライマックスシリーズね、うん、ファイナルステージ、うん、ね、まあ、やってきました。はい、ね、ということでね、16日ね、日本シリーズにどのチームが進むのかというね、うん、まあ決戦だけども、なんか、ま、待ちに待ったいう感じはありますよね。まあまあそうだね、うん、でね、まあ超重要初戦、そうね、やっぱり初戦取るか取らないかっていうのは、うん、まあ非常に大きいし、うん、まあ下から上がってくるチームは特にね、うん、アドバンテージが一つあるんで、まあ大きいと、ね、2位っていうか下から上がってきたチームはね、1個ちょっと足りない状況だからね、まあ、そうそう、やっと初戦を取ると並べるっていうような状況ですね。そうだね、まあ星勘定で言えば、まあもう皆さん知ってると思うけども、はい、まあこれ消せたということね。そう、 DeNA が1勝1敗に持ち込んだということ、うん、はい、でソフトバンクと日本ハム、まあソフトバンクの2連勝という形的にはね、あの星勘定とすれば、ね、だからまあソフトバンクが取ったということで、はい、2勝ということになりましたね。はい、はい、それではまず、セリーグからね、うん、試合振り返っていきましょう、はい、いきたいと思いますけど、はい、まずは先発メンバー、うん、はい、まあこうなりました。どうでしたかこのメンバーは、予想通りでしょうか。まあ巨人の方は、うん、まあ、吉川が本当はここに入るんだろうけども、そうちょっと吉川がいない。まあ3番に入れたかもわからないね、吉川、うんうん、でやっぱり増田を超えてつながる2番3番っていうのは多少弱いかなっていうようなね。奥江選手はね、うん、初めての3番ということでね、まあ、そうだね、うん、いやだからちょっと弱いかなという感じはしたんだけども、まあただこの1戦1試合っていうことを考えるとね、うん、まあ爆発してくれるかもわからないし、まあ増田選手もねランナーで出ることを期待してっていうところもありますでしょうか、はい、まあそうだね、うん、でキャッチャーはね、戸郷ということで大城、はい、ね、うん、まあ坂本、モンテス、門脇という、はい、うん、まあここら辺、岡本から下っていうのはね、うん、あまり変わらないんだけども、まあ2番3番はねちょっと変えてきたと、はい、で DeNA の方は全く変わらずということ、うん、はい、ああまあメンバー的には変わらず打順的にちょっと違ったりはしますか、はい、いやまあ予想通り、もう予想通りだね、うん、まあ飛ばしては一つ挙げるかなと思ったけど、そうね、まあ、森とまあキャッチャーってすごいね、まあ重労働だから、まああの8番に持ってきた、まあ、でピッチャー K というね、ね、そう、あの、はい、大活躍でしたからね戸柱選手はね、はい、で宮崎はね心配されたけども、はい、まあ元気に復帰してると、よかったですね、よかったね、軽傷であったのでね、はい、はい、まあ、という先発メンバーですと、はい、それでは試合がどうなったか、うん、まあね、あの DeNA は怪我人が続出してるのでね、はい、そのあたりもちょっと不安材料ではあったんですが、ね、1戦目は勝ちました、はい、はい、でまあ戸郷、うん、と K の投げ合いね、はい、6回3分の1、うん、まあ111球、110球ね、はい、ということで、はい、まあ、2失点ということだね、うん、そうですね、で K は6回102球無失点ということで、はい、両投手ともちょっと球数が多かったような気がしますね、まあやっぱりね緊張からかね、うん、立ち上がりまあ球数を要したということで、うん、まず戸郷の方の立ち上がりなんだけども、はい、まあ、梶原に先頭バッター内野安打を打たれるけどもね、うん、まあその後はそのオースティンにフォアボールは出したけども、まあやっぱこう先制点を挙げたくないということで、まあなんていうのかな、まあ慎重にいった結果がまあフォアボールと、はい、で全部フライアウト、うん、でまあ初回は気に抜けたんだよね、はい、で K の方、うん、まあ丸を打ち取って増田にフォアボール、うん、でオコエにやっぱりスリーボールまで行くんだよね、ちょっとねあのフルカウントになる場面多かったですね、多かったな、でスリーボールワンストライクからオコエがやっぱボール球に手を出しちゃったんだよ、はい、でそこから粘るんだけど結局三振をしちゃう、うん、ここでね俺思うんだけどフォアボールになってると K がものすごく神経質になったと思うんだけども、うん、で岡本にはやっぱり一発を怖がってフォアボールという、うん、はい、で大城がサードゴロ、うん、まあなんていうのかな、捉えられた立ち上がりだったんじゃないかなと思うんだけども、うん、あのやっぱボール球に手を出して、まあ、K を助けたというね、うん、
まあ、そういう立ち上がりだったね。ちょっと K 投手は、はい、感情的にもねハラハラする場面も結構ありましたし、まあね、ちょっと、ね、ストライクボールの判定でも、うん、本人的にはストライクじゃないのみたいなシーンもね、まあ、あったね、あったりしたので、はいはい、ちょっとハラハラしましたけど、そうだね、うん、まあ、それで、ゲームが動いたのが4回、はい、ね、佐野のホームランで、はい、でね、これね、スライダーカーブスライダーかもわからないけども変化球変化球でツーストライク取るんだよね。カーブカーブだったのかもしれないですね。うん、それでツーナッシングポンポンと追い込むんだけども、うん、すぐフォークで勝負に行って、うん、それが高めに行って、うん、落ちずに、まあ、ホームランを打たれると、うん、まあ、ここら辺はねやっぱこう牧佐野っていうのは甲子園でも爆発してきてるしね、もう少し慎重な攻めってなかったのかなっていうことは思うけども、うんうん、やっぱね佐野はやっぱいいね今状態がとってもいいですよね。バットも振れてるし思い切りもいいしね、うん、それに何よりも侍選ばれて、うん、それからなんか生き生きしてるよね。でもすごくいい感じに自分が乗ってるのかもしれない。いややっぱモチベーション高くね、うん、そうやって言ってるんだけども、はい、非常にあの先制点、うん、この先制点っていうのはすごく大きかったんじゃないかなと思う、うん、本当ですね。やっぱり両監督が言ってるようにやっぱ先制点がものを言うと、うん、いうようなことで DeNA に入った、まあ、それもホームランでね、うんうん、入ったというのが大きかったというね、はい、でその裏4回、はい、岡本がまたフォアボールなんだよ初回に続いてね、うん、で K は岡本に対してそのすごい投げにくそうにしてたんだけども、うん、まあ、フォアボール、うん、続く大城、はい、初球打って663のダブルプレーという、うん、でねここで思ったのは普通大城ってねこういう時って必ず1、2塁間狙うんだよね、ランナー1塁の時に、うん、だけどね初球を 何気なく打ちに行ったんだよ、うんうん、そう見えたのね。ちょっとこう本当にこう狙いなく合わせに行ったっていうような感じのバッティングをしたんだけども、うん、俺ここら辺を見てあゲーム感がないなと思った。なるほど。まあ普通だったらどうやっても引っ張ろうとするんだろうけども簡単に打って初球を、うん、ダブルプレーという、まあ、ここら辺も K を助けたかなという感じがするよね、うん、で5回裏、はい、5回裏巨人の攻撃ね、はい、で坂本がフォアボール、うん、でねこの時にねちょっと疑惑があったんだよ。疑惑フルカウントで俺ねストライクじゃないかと思うんだけども、はい、やっぱ K がコントロールが悪いというやっぱ審判も先入観があって、うん、ボールになっちゃうんだよね、うん、でこの時にあこれ K が荒れ出すかなと思ったの。ちょっと気持ち的にねイライラするかなと思ったら、うん、まあすぐ戸柱かなんかが行ってね、うん、でなんか落ち着けてたけども、うん、で次モンテスがフォアボール、うん、で門脇がやっぱうまい具合にレフト前を打って、これがね5回にモンテスは、三振ですね。三振ね、うん、フォアボールっていう、はい、うん、で門脇が、はい、この日初安打巨人の、うん、クライマックスシリーズファイナルの初安打をレフト前に打ったというね、はい、まあこれはうまく打たれたんだけども、うん、やっぱ坂本門脇にうまく打たれる、はい、で坂本のフォアボールはちょっと疑惑的なものがあったというだからイライラするかな。それとやっぱ勝負どころが来て戸郷をどうするかなというそこちょっとね、うん、これは5回なので極めて難しい判断なのかなとも思ったんですが、ただ俺はねやっぱりエース戸郷が初戦に来てここに調整してきてこれね2点3点取られてるんだったら代打はあったかなと思うんだけど、うん、まだ1点だしね、攻撃も残ってるし甲斐が、まあ、ここで戸郷に何をさせたかというと送りバントをさせる、うん、まあ、見事に決めるんだけども、はい、で丸にかけるんだけどツーアウト2、3塁ね。そうだね、ツーアウト2、3塁にして一打逆転というね、うん、シチュエーションを作ったんだけども丸が、ファーストゴロ、うん、まあ、アウトで、まあ、チェンジという、ね、だから K はねすごく頑張ったねイライラするところをね。マウンドの周りちょっとうろうろしだしたらちょっとドキドキしましたけど、そうそう、うろうろしだしたらもうイライラしてるっていうことだからさ、はい、まあだけどそこら辺をねちょっと我慢できたなっていうような、うん、ところがあって、はい、まあ、頼もしく見えた、うん、で6回まで投げるんだけど結局ね K はね、6回を2つの三振とショートゴロで、まあ、三者凡退という、うん、まあ、見事にね、責任をK は果たしたなっていうね、はい、感じがするよ、うん、はい、で7回ね、桑原、うん、
初球を初球の変化球、まあ、スライダーをレフト前、はい、で森、うんね、きっちり送りバント、ね、まあ、ここら辺がね森の成長かなと思うよね、うんうんうん、きっちり送れたということが、うん、やっぱ攻撃のリズムを作る。最近守備でもね、守備でもいいし ね、 いいね、森が成長したなと思うよ、うん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 、で、戸柱、はい、来ましたよ、はい、ライト前ヒットね、え、さすがにまた活躍です、うん、で、ワンアウト1・3塁、そうで、ここで、うん、ピンチヒッター筒香、ピッチャー慶投手の打順ですね、はいはい、で筒香をつけてもう瞬間だったね、阿部監督が出てきたのが、うん、ピッチャー高梨、もう同時ぐらいですよね、そうだね、うんうん、まあ、こっからやっぱこう駆け引きが始まっていくというね、うん、この試合の、うんうん、でがっぷり四つには組んでたんだけども、この筒香に対して高梨、うん、ここをどうするかというね、うん、いうことで筒香が追い込まれるまで、うん、やっぱフルスイングしてたんだけど、追い込まれてから軽打したな、うまかったな、外のスライダー、はい、それをレフト前に見事に打ち返した、ね、タイムリー、そうだね、うん、でここで、ノーアウト、あ、ワンアウト、ワンアウト1・3塁から、うん、タイムリーを打って、うん、ワンアウト1・2塁になって、1・2塁になるね、梶原選手、梶原、うん、キャッチャー前のボテボテになったんだよね、打ちに行ったら、はい、それを大城が、うん、サードに投げて、うん、フォースプレーでアウトにしたという、はい、で続く牧、センター前に落ちるかなというのをオコエがファインプレーという、ね、で大城のファインプレー、オコエのファインプレー、うん、まあ、ここら辺はねジャイアンツの守りってさすがにいいなっていうふうに感じたし、うん、追加点を上げなかったよね、うん、ただし、ピッチャーを変えて筒香、はい、筒香を出してきてピッチャーを交代、高梨、はいはい、まあ、ここで一つ駆け引きに負けたよね、うん、うん、巨人がね、はい、で2点差になったという、後になるとこの筒香選手のタイムリーはとても大きかったですよね、めちゃくちゃでかいよね、本当そこのタイミングというかね、このこれ後でねちょっと話すけども、うん、なんででかいかっていうのをね、はい、ちょっと話すけども、はい、でその裏、うん、ね、大城三振、ワンアウト後、はい、坂本がレフト前にヒット、はい、この回から、山崎康明投手がマウンドに上がってますね、そうだね、ピッチャー変えたね、うん、でモンテス三振、はい、で門脇がセンター前、そうでここでもうやっぱ駆け引きが出たんだよね、ツーアウト一塁で、うん、やっぱりピンチヒッター中山、はい、ここが高梨投手の打順で代打中山選手、うん、そう、はい、中山ライト、はい、でピッチャー坂本に変えるという ね左、うん、ここでも駆け引き、うん、さっきと逆だよね、はい、さあどっちが勝つかというと、うん、中山ライトが結果では勝ってけど、うん、内容では勝ってるんだけど結果で負けてるという ね、 ね、だからサードのもうすっぱなしい当たりだったんだけど、サードライナーという一瞬どうなったかどこ行ったって思うような当たりでした ね、 だから三塁線くらい抜けてたら本当下手したら2対2、うんになってたと思うんだけども、うん、やっぱあの辺りを見てね、今日はジャイアンツは運がないのかなっていう、うんうん、まあ、そんな感じもした、まあ、それとやっぱりこうなんていうんだろうな、ゲーム感がない、うん、そんな感じがしたよね、なるほど、で今日ね実はね森原が入ってないのよ、そうなんですよ、ね、抑えのピッチャーがね、そこがちょっとびっくりでしたけど、まあそうだね、うん、まあ、それで誰を持ってくるか、うん、ね、伊勢を持ってきた、はい、で伊勢がまあ3人でね、うん、結果的には打ち取って、はい、2対0の勝利だったんだけども、はい、やっぱ伊勢の心境を考えると、うん、1点だったらやっぱすごいプレッシャーだったと思うんだよね、うんうん、この2点目が入ったことによってすごく気持ちは少し軽減されたという、プレッシャーがね、なるほど、だからそういう意味ではやっぱ筒香の、タイムリーヒットっていうのは大きかったなと思うね、そうですね、うん、なんかこうね、初戦もちろん先発するピッチャーはプレッシャーありますけど、まあ、最後勝ってて抑えに出てくると、まあそうだね、それはそれはね、まあ、本当に、うん、でね、今日俺が思ったのは、はい、やっぱ K、うん、やっぱ大事な試合っていうのはよく分かってたね、うんうん、それと自分のイライラがどれだけチームに迷惑をかけるかっていうのももう自分に言い聞かせながら学んだこと学んでたと思うんだよ、うんうん、でね、イライラする場面っていうのは
まあ確かに見ていてどっちでもいいなっていうボールをことごとくボールにされてるんだよね。そうですね。まあだけど K は我慢した、うん、で自分の心をコントロールした、うんうん、それがやっぱりね俺今日の MVP だと思うわ、うん、もう最後のヒーローインタビューの時の表情を見てるとちょっと可愛い顔してるんだよね。そうそう、あいつね、ほっとしましたけども、そうそうそうまあね、でもよく頑張りました、うん、はい、で戸郷、まあ、2失点はしたものの、うん、やっぱり、まあ、エースとしてはね勝たなきゃいけない、うん、まあ6回途中で6回3分の1、うん、まあ、2失点ということで、まあ、マウンドを降りたけども、はい、だけど、まあ、赤星横山っていうのが横川っていうのもね、うん、あのすごくよく投げたし、うん、まあでもそれ以上に良かったのがやっぱ K だし、はい、山崎、浅崎、坂本、うん、折岡、伊勢ってよく頑張ったと思うよね、うんうん、まあそうだね、なかなかね、いつまでも気の抜けない試合でしたけれども、まあまあそうだね、本当にK はねやっぱりこう際どいとこ投げてて、うん、でゲーム感がない巨人に対して、うん、やっぱ的を絞らせなかったという、うん、的が絞りにくかっただろうなと思う。いやボールだと思うところはストライクが来るし、ストライクと思うところはボールが来るしって、で微妙な高さにも高めに来るしね、うん、やっぱ振らなかったらボールかな、振ったらストライク、ボールかなとか、見逃したらストライクかなとか、まあ、そういう微妙なところにも投げてた。で、うん、今日の審判でね、低めはあんまり取らなかったの、ね、うんうん、でね、高めを取ってたのよく、うんうん、で、K は高めがよく決まってたんだね、うん、そういう意味では。だからそう、すごく絞りにくかったのと、やっぱ戸郷がね、ちょっと一つ反省しなきゃいけないのが、うん、ほとんど変化球打たれてるんだよね、はい、まあ、全部と言ってもいいよ、うん、変化球を打たれてる、うん、初回の梶原もフォーク、うん、佐野もフォーク、うん、桑原はスライダー、うん、で戸柱はフォークという、うん、だからまあそんなにね、ヒットを重ねられたっていうわけではないけども、結局ね、最終 DeNA は7安打、うん、ね、そうなんだ、巨人4安打だったんですけど、そうなんだよね、はい、だからまあそこら辺はまあ次も登板あるかどうかわからないけども、うん、ちょっとやっぱり少し反省してほしいなっていうところはあったね。なるほど、はい、まあ、戸郷投手の内容とすれば被安打は6、うん、三振にフォアボール1つ2失点というところでしたか ね。ただまあトータル的に見えばやっぱり DeNA のちょっと勢いと、うん、やっぱこう思い切りの良さ、うん、これにちょっと圧倒されたかなという初戦は ね。でやっぱ久しぶりのゲームで入りが難しかったと思うんだけど、巨人はね、まあちょっとあまりにも慎重すぎたということ、ただ初回だけは慎重にいかなかったということだよね。まあ、オコエがボールを振った、あれがフォアボールになっていればどうだったんだろうっていうのを言うボールだったから、ちょっともったいなかったなっていうような感じがするね。まあ優勝チームがね、初戦に挑むのはいろんなプレッシャーと、まあそうだ、とうとうあると思うので ね、 そうだね、まあ、DeNA からするとね、うん、思い切りやるだけっていうようなところで、そうだね、立場も違いますけど ね、 まあ、ね、まあ1試合終わったから、まあちょっと体もね慣れてくるだろうし、こなれてくると思うから、うん、まあ明日からのね変わり身をね、うん、まあ期待したいと思います。はい、まあ、DeNA の方はもう思い切ってやるだけ、乗りに乗ってでね、良かったことはやっぱ細かい作業、うん、森が2つのバントをきっちり決めれたということ、うん、はい、だからそういうことっていうのはすごく次へもつながるしね、うん、まあいい戦い方が DeNA の方はできたかなというふうに思います。はい、まあそういう試合でした。はい、はい、それでは続いてパリーグですね。え、はい、もう同時進行なのでね、そうだった、試合見るの大変でした、大変なの、画面にして、はいでこれが、スタメンです、ね、はい、ちょっとね、うん、まあ、ソフトバンクの方はどういうふうな打順、柳田、うん、近藤はどうなんだっていうのがあったけども、まあ、柳田を1番に入れて川瀬を2番に入れる、うん、あ、今宮じゃないんだなと思ったら、うん、やっぱりこの打順を考えるとやっぱ勝負どころって今宮のところに来るかなって、溜まってくるかなって思うんだよね。まあ、山川がこう粘ってフォアボールでも取ればさ、コンちゃんの出塁率を考えるとやっぱ溜まってくる計算になる。そしたらやっぱこうキャリアのある今宮をね、やっぱ6番に持ってきたなっていう、うん、まあ、この打順がどうするかな、どう機能するかなって。で柳田久しぶりにね、
こう大舞台に帰ってきたし、そうね、近藤選手もね、どういう活躍をねしてくれるかっていう ねことは楽しみです。そのあたり、あと周東選手が9番っていうのもね、まあそうだね、うん、まあシーズン中でもあるけどもね、うん、ただ周東から上位につながるとすごく嫌だよ ねそうですよね、はい、で日本ハムの方は一番に矢沢入れてきた。そうで、この理由っていうのはやっぱ足を使いたいっていうね。なるほど、うん、はい、これ矢沢の足ってあまり知られてないかもわからないけども、磯畑と双璧だからね。もう二刀流どころじゃない、ね、もう三刀流も四刀流もいけるみたいなのが伸びしろくんだから伸びしろいっぱいあります。でまあクリーンアップは清宮、レイエス、万波と、はい、で郡司を入れてきて、まあ伏見がねもう痛々しい、ね、まあ、鼻を骨折ということで、お顔でしたけど、あれだけどまあ晴れをね持ちながらでも頑張ってたと、はい、でセカンドにはベテランの中島を入れてきたというね、はい、まあこういう布陣で、これはどういうあれですか、日本ハムの意図としては、まあ、意図としてはやっぱこう中島も矢沢も足がある、うん、なるほど、足を使いたい、まあ、ルーに出たらね、まあ、ロッテ戦の時に足は使うんだけどちょっと成功率が悪かったし、そういう意味ではその、まあ、足が使える選手を入れといて塁に出たら、まあ、勝負させようっていうような、まあ、そんな狙いがあるのかなという感じがしました。はい、というようなオーダーです、はいはい、ということで、結果は、はい、こうなりました。はい、ね、先発有原投手、伊藤投手で始まりまして、はい、もう小刻みにソフトバンクが点を取っていったというような試合でしたね。そうだね、うん、なん、うん、まあゲームを振り返っていくと、はい、まず2回、この1点、うん、で久しぶりの近藤、うん、どうかなと思ってたら全くブランク関係ないね。何もなかったかのようにね、この子は本当にすごいよ、うん、センターオーバーのねツーベースで出ていって、うん、さあ先ほど話したね、やっぱここに溜まってくるだろう今宮、これがやっぱこうレフト前に打ってくる、うん、で、正木がまあ1・3塁なんだよね、うん、ワンアウト1・3塁になって正木がレフト前と、はい、いうようなことでまあ先制点を取られるんだよね、はい、で3回、うん、ね、すぐ水野がヒット、はい、ね、うん、伏見がやったね、レフト前にヒット、はい、ノーアウト1・2塁、うん、でここで中島にどうさせるかなと思ったら、うん、送りバント、はい、これねファーストステージは本当の送りバントが決まらなかったのよ、うんうん、でランナー進められなかったケースがものすごく多かったんだけど、うん、はい、だけどなやっぱベテランだね、落ち着いてたね、ここで送ってくれた、はい、ワンアウト2・3塁に、はい、ね、うん、そしたら矢沢、うん、内安打、うん、サードへの、はい、やっぱ足早いわね、ああで内安打でワンアウト1・3塁、うん、ね、うん、で松本、はい、これ何でもできるよね、うん、何するかなと、まあ自由に打たしていった、うん、そしたら4・6・3のダブルプレー、うん、これがね、川瀬がセンター寄りの球をボールをダイビングして取ってショートにトス、今宮がファーストに素晴らしい送球でゲッツーを完成させた。でも後で言うからちょっと皆さん覚えておいてください、このシーンをねでも、はい、はい、ちょっと後で言います、うんうん、で、3回裏、はい、1点返されて、その裏、うん、1-1ね、今、はい、で、先頭バッターが始まって柳田セカンドゴロ、うん、ワンアウト後川瀬がセンター前ヒット、はい、ね、乗ってるなと思って川瀬が、うん、で栗原がショートフライ、はい、しかし山川、はい、センターオーバーのツーベース、うん、ね、で一塁からチョークホームインして、はい、まあ、2点目を取るという、うん、まあ返されたらすぐ返されたというね、うん、だからまあそこら辺がちょっと伊藤の今日の出来とすれば、うん、まあ、悪かったかなという感じがするよね、うん、で4回今宮先頭バッター、ホームラン、なんかそうだな、ソフトバンクも久しぶりの試合でね、うん、で伊藤大海が来る、まあ、シーズン中4勝1敗という風に勝ち越されてる、うん、すごく嫌な相手だと思うんだけどもさ、うん、この3回見るとさ、このなんていうの、先制、ね、勝ち越し、まあ、これからダメ押しになっていくんだけども、うん、まあ非常に集中してたし、
やっぱ研究してたなというね、うんうん、ことは思います、はいね、で5回、はい、裏ソフトバンクの攻撃、はい、ワンアウト後栗原がホームランというねここ痛かったですねライトポール際に痛かったねこれはね、うんうん、で日本ハムの方は4回5回6回とまあチャンスが作れないんだよねうん、まあ、その中で2回3回4回5回でこれは1点じわじわねそうこれね一気に4点取られるんだったらまだいいんだけど、じわ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 話していくというねそれもさ防ぎようがないホームランなんだよ、うん、勝負にいってのホームランだからもう仕方ないんだよね、うん、だからもうこんで4点目を取られる、はい、でチャンスが巡ってきたのが7回7回ね日本ハムはいレースが先頭バッターでホームラン、はい、ねレースもねこれあのスライダーを打ったんだけども、うん、ロッテ戦でスライダー全部追っかけてあの三振とかしてたんだけども、ねうん、ちょっと甘かったらやっぱホームラン打つよっていうことを見せつけたホームランだったね、うんうん、あのだからこれはすごくこの今後の戦いにもいい影響になると思うよ、うん、でワンアウト後郡司がフォアボール水野がレフト前ヒット、うん、で伏見にどうするかなと思ったら、うんまあ、2点差だったんで、うん、2人ランナーがいるんで遅らしたんだよね、はい、で代打浅間、うん、中島に変えた、はいうん、で浅間というのは、ファーストステージでサヨナラヒット打って、ね、ただ次の日使ったら三振ばっかりだったんだよねうまくいかなかったですね、うん、だけどそのデータも含めてやっぱうまいとこ攻めてるね、うんでファーストステージでその後インサイドインサイドに攻められたんだよねそれで三振をしてたんだけどやっぱ有原もそこを攻めてきたね、うんうん、だからやっぱさすがだなと思って、うん、で三振を喫し、まあ、チャンスがついえたという、はいうん、で8回表、うん、フェルナンデスに変わるはいピッチャーがねピッチャーがねあのソフトバンクねはい、はい、でピンチした水谷はい、矢沢選手に代わって代打、うん、水谷選手、まあ、左対左を下げたんでね、うん、水谷を持ってきたんだけど水谷の状態もあんまり良くないねそうですね、うん、でまた三振と、うん、で松本剛がレフト前に出るんだけども、うんはいまあ、清宮がの間で、三振ゲッツーというね、うんうんうん、でチャンスを潰したという、はい、いうことでで8回裏はい山川がホームランとまたね3本目まあただねこの打線はやっぱ強力だわすごいねすごいなんか、うん、何事もないかのようにポン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 打ちましたそうだねでねまあ3回の川瀬の場面、うん、ファインプレーの場面に戻るけども、はい、これが抜けてるかまあ内野安打になってたらここでねまあ1点どころじゃない2、3点取ってると思うよ日本ハムの勢いからすると、うん、でもここでピシャッとね勢いを止められた、うんうん、あここでねやっぱこう流れがもう完全にソフトバンクいったねなるほどだから今日の MVP は簡単に言えばもう為替だよ守備でねあまあ守備もそうだしやっぱ先頭バッターで出ていって、うんまあ、チョークホームインしたりだとか、うん、あしたけどもここの3回の松本剛の守備打球の守備これはやっぱねシリーズの中でもめちゃくちゃでかいというふうに思うわ、うんね、で伊藤もねここで逆転してくれたらもっと力は出たと思うんだよねだけどここで止められたまだ同点しかなってないっていうようなことでやっぱプレッシャーはどん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 続いていくんだよねさっきも言ってたように大量点でドンって3、2、3点取られてる5-2と1点ずつ加えてホームランでじわ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 されるのは多分ピッチャーにとっての気持ちがどんどん切れていくというか、まあそうだね、慣れていくというか慣れていくというかなそういう、まあ、野手も守ってて、うん、そういうような感じだよね、うん、だからダウンは奪えられないんだけど、うん、ボディに来てもうなんかね息ができなくなってくるというまあそういう圧迫感を感じた、まあ、切り替えも難しい感じですよねこのまあそうだねで伊藤がやっぱね初戦満を持して、うん、このクライマックスシリーズファイナルステージに、まあ、初戦を持ってきたんだけども、うん、
やっぱこう返り討ちにあったということで、まあ、日本ハムの方はねちょっと勢いを失うような形になるかもわからないけども、うん、やっぱここはやっぱ踏ん張ってね頑張ってほしいと思うし、うん、まあ計画通りにいかない、まあ今まではこう計画通りに来てたんだけども、まあここで初めてね計画通りにいかなくなったことが、まあ、出てきた。まあここだね、もう一つね頑張れるかどうかっていうのはね、まっさらな気持ちじゃないですけど、そうだ、ね、切り替えて、もう切り替えるしかない、やるしかない。そうで、ソフトバンクの方はやっぱさすがだわ、うん、やっぱね強い、うん、うん、それとやっぱ役者が揃ったら厚みがめちゃくちゃあるね。もうね、なんか打線怖いですね。そうだね、うん、だからもうこのシリーズ、まあ初戦入りが柳田が、うん、まあ4打数ノーヒットだったんだけども、はい、柳田が打ち出したらちょっとこう手つけられなくなるね、うん、でコンちゃんも1本だけど、うん、まあまあスタートはいいスタートは切れたと思うし、何の問題もなさそう、うん、まあだけどねその後の三振三振っていうのはやっぱストライクゾーンがちょっとずれてるかなっていうこともあって見逃しの三振とかしてたけど、だからこのまだおとなしいうちに勝たないと、一つでもね、一つでもねまあちょっと頑張ってほしいと思う、ね、ただ、はい、うん、川瀬をよく抜擢したね高校監督は、うん、これがやっぱりヒットだったわ。一番守りを重視したのかどうかわからないけどもね、うん、うん、まあ見事なプレーだった、はい、はい、まあそういう試合でしたね。はい、ということでね、はい、パリーグはソフトバンクが2つ欲しいということになりました、はい、そうだね、はい、日本ハム頑張ってということで、はい、明日明日ね、早速もう先発発表になってますが、はい、巨人菅野投手、はい、DeNA 大貫投手、そうだね、はい、ソフトバンク、はい、モイネロ投手、日本ハム、はい、加藤投手ということで、そうだね、うん、どうなりますかね。まあまあ、菅野はねやっぱ今年の最多勝で、うん、で今日の負けをね取り返しに来るだろうし、うん、ただ大貫っていうのは終盤すごく良かったからね、うん、いい試合も作れたし、だからまあ思い切ってくるだろうし、うん、まあ何せやっぱ打ってくれるというね、うん、そういうバックボーンがあるんで、うん、だからまあそこら辺を自信にね、まあ投げてほしいなっていうふうに。でソフトバンクモイネロ、うん、まあこれ防御率1位のチーム、うん、ああ1位の人だよ ね、はい、うん、まあタイトルも取ったという、まあだけど日本ハム戦に、うん、4点台という防御率はね跳ね上がるという、ね、だけど今日の有原見ても、まあやっぱちょっと集中力が、まあ一段ちょっと高い集中力があるね。それとやっぱりよく研究されてる。うん。うん、日本ハムを、うん。それと今日、清宮と万波にヒットがなかったけど、うん、ここら辺がやっぱこう、元気出してやらないと。うん、まあ元気がないわけではないけども、うん、やっぱ結果を出していかないとね。ファーストステージはね、うん、2人大活躍でしたからね。そうそう。いや、だから、まあそれを継続してね、うん、まあ、やってほしいし、うん、まあ、当然ソフトバンクはこの2人っていうのはすごいマークしてるだろうしね、まあ、そのマークをかいくぐってほしいということ、はい、まあ、それと加藤、うん、ね、ソフトバンクもうすごい強力だわ。あでテラスゲームってホームランの野球なんだけど、うん、よく言うんだテラスゲームってね、にさせないようにしとかないとやっぱこうやってじわ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 いかれるというね、うんうんうん、まあそんな感じがします。はい、はい、まあ、また元気いっぱいの日本ハムを見せていただきたいところですね。まあそうだね、まあ、ソフトバンクはやっぱね、うん、厚みもあるし、まあね、強力だけども、まあ、立ち向かっていってほしいと思います。はい、ね、まあ明日もいい試合を期待してます。はい、頑張ってください。はい。